世界をめぐるコーナーです。ここでは中国とヨーロッパの大工道具を紹介しています。最初に導入部の右にある木のブロックをご覧ください。手前から日本でよく使われるヒノキ中央が中国や韓国でよく使われる。赤松、そして。 奥にあるのがヨーロッパで使われるオークです作った当初、ヒノキとアカマツは約7キロそれに対し、オークは約14キロと2倍の重さでした木の硬さも、オークはヒノキやアカマツに比べて硬いですこの木の硬さの違いは、大工道具の使い方に現れてきます 日本の大工道具と外国の大工道具の使い方を撮影した映像をご覧ください一番の違いはカンナの使い方です日本のカンナは体の方に引いて表面を削りますそれに対し海外のカンナは押して使いますこちら中国のカンナですがカンナ台に 横棒がついておりこれを手で握り押しながら削りますヨーロッパのカンナも基本押して使いますまたノコも日本は引くときに切れるようになっていますが海外はほとんどの場合押すときに切れるようになっていますこうした海外の押し使いと 日本の引き遣いの違いは主に使う木の硬さの違いと精度と効率に関する考え方の違いが使い方に現れてきたものと考えられますこちら中国の大工道具コーナーです日本の大工道具の源流は中国にありますしかし 日本の職人たちは中国から入ってきた道具を自分たちが使いやすいように改造して使ってきたため今日では形や使い方に大きな違いがありますノコを見てみましょう中国では幅の狭い刃を枠に取り付けた枠ノコを使います引いて使う日本のノコとは異なり 押すときに力を入れて使います縦引き・横引きの刃の区別はほとんどなく一丁のノコを自在に使いこなしますのみはどうでしょうか絵にご注目ください日本では木製の絵に金属の刃を差し込む方式ですが中国では金属部を袋状に作り そこに絵を差し込む方式も併用されていますこれは刃を差し込む方式の場合力強く叩くと絵が割れやすいからで硬い木を刻むことを念頭に置いていることがわかります切りの使い方も異なります日本では手揉み式ですが中国では 軸に紐を絡ませた横木を用いて回転させる方式ですこちらの方が精度は落ちますが効率的に穴を開けることができますこうした道具を用いて作られた木造建築として中国の中心、紫禁城の中にある大和殿の渡郷構造模型を展示しています 実際の建物では豪華な色彩に着目しがちですがこの模型の木組みを見ると細く短い材を組み合わせて巧みに大きな構造体として作り上げていることが見て取れます。各部材の寸法は「渡航と呼ぶ寸法を基準として比例でシステマチックに割り付けられます。大和の渡は 建築生産の合理化が完成の域に達していることを示す典型的な例です木材が豊富な日本はある段階から刻みの精度仕上げの美しさにこだわるようになりますが中国は合理化・化システムの道具の形や使い方にもそのことが表れています。 それでは、次にヨーロッパの木造建築と道具についてご説明いたします。石やレンガのイメージが強いヨーロッパの建築ですが、昔は木造建築も盛んに作られていました。今でも、北部に木造建築が多く建っています。中でも、スカンジナビアのスターブ式教会や、イギリス、フランス、ドイツに多い木骨像、東部に多い マルタ小屋が有名です古い木造建築の例では12世紀から14世紀に建てられたスターブ式の教会が有名です木造支柱式の構造で釘が使われていません展示は当時の大工道具を復元したものですヨーロッパの木工職人にはいくつもの種類があって大工といえば 構造を担当する職人を指します。壁、床、屋根と階段を作るのが主な仕事で。他は別の職人が担当します。建具専門職。そして、丸柱やボール状の加工を専門に行う職人など。さまざまな職種に分かれています。展示はフランスの大工道具で。十七世紀に書かれた。マチュランジュースの。 大工技術書から小屋組を作るときに使用される道具意識を再現しています数は少なめですが墨付け道具が多いのが特徴ですフランスの菊術ステレオトミーではコンパスを多用しますこの小屋組模型にも その設計技術が使われています。こちらはドイツの19世紀の大工道具になります。主に構造を作るときに使われます。構成はフランスと似ていますが、形はそれぞれ特徴的です。ヨーロッパではオークやマツ、スプルースなどが建築に使われます。特にオーク材は硬くて重い材料です。 加工が難しく、長くまっすぐな材を探すのは大変です。そのため、木材に合った加工方法を工夫するようになったのです。では、斧の例を見てみましょう。まず、繊維を切断するために斧目を入れます。とても硬いので、二人で何回も振って V 字型の切れ目を入れます。 厚るときはアジアとは違って刃を繊維方向に直行させて動かしますこうして材料を用意し建物を作っていくのですがその方法も日本とは随分と異なります木骨像では枠を組むように壁面を構成して作ります 床に寝かせて墨付けし同時に仕口も加工しその場で仮組みしますそして四方の壁を組み上げてから屋根を乗せる小屋組を組み立てるのです この展示は、ドイツの木骨像の代表作と言われる、エスリンゲン旧市役所の建物の一部です。三分の二のスケールで作られています。本物と同じホワイトオークを使い、ドイツで製作したものです。